JRA は、2022年度の新規機種免許試験の合格者を発表しました。その中で、今村聖奈さんが合格し、現役で4人目となる女性ジョッキーが誕生しました。また、馬術競技の障害馬術で活躍している、小牧かやたさんも、障害専門のジョッキーとして合格しました。小牧かやたさんは、小牧太志騎手の長男です。女性が増えてきたな。もう女性ジョッキーも普通になってきた。藤田奈々子とか話題にならないし。小牧の息子は期待できそう。今村さんの親父は最低人気で中山大障害を制した今村康成。ユーフ養蜂懐かしいですね。やっと可愛い子が来たか。馬術と競馬って全く違いそうだが。お重長さん小牧かやた。小牧長男は体重で一度はジョッキーを断念している。セイナタン？今、競馬学校に朝倉なんとかっていうガチで可愛い子いるよ。藤田奈々子成績落ちてきてるな。女性騎手はなかなか厳しいよね。競馬学校時代一君より上手かった牧原幸子でもダメだったんだから。